地質標本館は、茨城県つくば市東一丁目にある地球科学分野専門の博物館である。1980年より一般公開されている。2階建てとなっており、1階はエントランスホールと第1展示室と第4展示室、2階には第2展示室と第3展示室がある。常設展示と企画展示があり、鉱物や 化石の標本だけでなく、日本列島の地質的構造を含む、地球科学全般と地球の歴史、メカニズム、人間との関わりについて、地質調査総合センターの研究成果を含めて展示している。近隣にある、サイエンススクエアつくばに比べるとやや、大人向けの展示内容となっている。多くの展示に、URL が書かれた QR コードがついており、 スマートフォン等で説明を読みながら見学することができる。エントランスホールには地震計が設置してあり、その近くを歩くことで地面の振動をリアルタイムで測定、表示する体験ができる。またジオスライサーを使って得られた剥ぎ取り、標本が展示してある。第一展示室では日本列島の立体地質図としてプロジェクションマッピングによる断層や 火山の位置を見ることができる。他にも、河川、物流拠点、道路網といった地形に、関係の深い情報も選択表示可能である。これらは、各地域の地質図の判例を統一して作られた、20万分の、一日本シームレス地質図、V2 をもとに作成されている。第二展示室では、海洋地質や海底地形についての展示を、見学できる。 第3点示室では大きな富士山の断面模型などを見ることができるほか高度な技術が必要な岩石白片の作成手順をビデオで見ることができる。第4点示室では多くの鉱物と化石の標本コレクションを見ることができる。エントランスホールにある小さなミュージアムショップでは地質図や オリジナルマスキングテープなどが売られている。また、運営母体である、地質調査総合センターの発信する情報を、商品化したブランドが存在し、化石チョコレートが、山層圏敷地内のファミリーマート、およびつくばエクスプレスのつくば駅にて売られている。国立研究機関である、産業技術総合研究所の敷地内にあり、自動車による、 来訪の際には研究所の主演所にて受付が必要。休館日は毎週月曜と年末年始であり、入館料は無料。毎月月末には一般向けに地質標本館ガイドツアーを行っている。博物館法施行規則に基づく実習の受け入れも行っている。2019年8月現在の館長は森田住人。 全国科学博物館協議会及び茨城県博物館協会加盟。ありがとうございます。